シジュウカラカは、鳥類すズめめのトガである。シジュウカラと総称されるが、競技には、この一種をシジュウカラと呼ぶ。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、ユーラシア最大種は、サルタンガラで、全長22センチメートル。体重30グラム。多くの種では寒を持つ。主に森林に生息する。多種と、根群を形成することもある。植生は雑食で、 主に昆虫を食べるが、果実や種子も食べる。陶器には種子を主に食べる。また食物を蓄える種もいる。繁殖形態は卵生。主に軌道に苔を敷き詰めた巣を作るが、一部の種は自ら朽ち木に穴を掘ることもある。1日1個ずつ、計42個の卵を産み、スズメ目内では一服乱数が多く、特に青柄の平均一服乱数11個はスズメ目最多。 メスの実が放卵し、放卵期間は13、14日。ヒナは孵化してから17、20日で巣立つ。シブリーエトールでは、ウグイス状化に、シジュウカラカ、パリダイシジュウカラカ、パリナエとして分類されていた。しかしシブリーエトールのシジュウカラカは、ウグイス状化の中核とは、系統的に離れており、シジュウカラ状化パロイデアとして分離される。 従来カラス化に含められていたスードッペダーシーズが四従カラ属に統合された。8属に分類されるが、規定的なキマユガラシルビペラスサルタンガラ、メラノークローラ以外をすべて四従カラ属ペルとする分類もある。四従カラカの属分類は近年の系統分岐の分析研究の進展により大きく変わった。例えば日本長学会が正式に発表している。 日本鳥類目録によれば、2000年版では、四十柄、山柄、木柄、小ラのいわゆるカラ類はすべて、ペル属であった。しかし2012年版では、カラ類は3つの属に解体している。属と種は、国際鳥類学会により、14属59種。市街地でも見かけられ、餌台に集まったり、軌道に巣を作るため、 巣箱も利用することから関節の対象とされることも多い。ありがとうございます。